福永俊吾は大阪府高槻市出身のプロ野球選手。宇藤左打。四国アイランドリーグプラス、徳島インディーゴソックス所属。小学1年生から野球を始める。高槻市立高槻小時代は軟式チームの高槻タイガースでプレー。当時は主に保守を務めていた。高槻市立第一中時代は公式チームの 高月リトルシニアに入団するも2年時にチームが分かれ、新設の高月ボーイズに移籍。自ら志願し当初に転校した。根高大阪高校では1年からベンチ入り。1年秋には背番号1を背負うが2年時に肘を2度にわたり疲労骨折し、根高大阪高を中退。クラーク記念国際高校に編入した。当時のクラーク高には野球部がなく、 在学中の約1年半の間野球から遠ざかっていた。高校卒業後、トライアウトを経て、関西独立リーグの06ブルーズに入団した。背番号は20。2013年は通算24試合に登板し11勝4敗、防御率1.93を記録。兵庫ブルーサンダーズとのチャンピオンシップでは2試合に先発し、 いずれも9回1失点関東勝利を挙げ優勝に貢献した。2014年は9試合登板で2勝1敗にとどまったが、防御率1.50と3関東を記録。チャンピオンシップでは前年に続き兵庫と対戦し5失点ながら関東勝利を記録した。オフに四国アイランドリーグプラスのトライアウトを受けて合格し、リーグのドラフト会議で 徳島インディーゴソックスから1位指名を受け入団。背番号は14となった。2015年、開幕戦の対福岡ソフトバンクホークス3、軍戦では、千賀広次大と投げ合い9回16奪三振、無失点の回答を見せた。シーズンでは17試合に登板し、チーム最多の118イニングを投げ6勝6敗、防御率2.44。 106奪三振で最多奪三振のタイトルを獲得。ドラフト候補に名が上がるも指名はなかった。北米遠征へ参加する四国いる選抜チームに選出された。2016年は前年のドラフト指名漏れの悔しさから体力作りや投球スタイルの見直しを図った結果、ストレートが最速時速1 5 2トルを記録するまでに成長し、 エースとして活躍。15試合登板で前年と同じ6勝6敗、リーグ2位の防御率1.38を記録した。81奪三振を上げ2年連続で最多奪三振を獲得。前年に引き続き、四国いる選抜チームの一員として北米遠征に参加した。2016年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから6巡目で指名。 契約金2500万円、年俸680万円という条件で入団に至った。背番号は40。日本国内の独立リーグに加盟する球団から、阪神へドラフト入団した選手は通算で4人目だが、四国いるからは福永が初めてである。2017年は公式戦の開幕を2軍で迎えた。ウエスタンリーグ公式戦で開幕から5月上旬までに6試合の、 当番で3勝2敗、防御率2.32という好成績を残したことを背景に5月6日の対広島東洋カップ戦に先発投手として一軍デビュー。10飛安打6失点を起死して4回表で降板したが降板後にチームが最大9点差からの逆転で勝利したため福永に勝敗はつかなかった。この試合を最後に一軍から遠ざかったままシーズンを 終えたものの、ウリーグ公式戦では、通算29試合の登板で、主に先発を任され、5勝5敗、防御率3.47を記録。2018年、前年に続いて、春季キャンプを二軍で過ごしたが、この年に二軍監督へ就任した、矢野洋大からキャンプ中の成長を高く評価され、3月16日には、ウリーグ公式戦における矢野の偉人で、 開幕投手を任された。その後も、先発として起用され、3試合に登板した5月には、1完封を含む3勝0敗、防御率1.59の好成績で、リーグの月間 MVP に選ばれた。最終的には、先発を中心に20試合へ登板。7勝2敗1セーブ、防御率3.80という成績を残し、リーグ最優秀防御率と最高勝率のタイトルを、 獲得するとともに2軍の8年ぶりリーグ優勝に貢献した。なお、1軍公式戦では、6月下旬に救援で2試合に当番、いずれもビハインドの場面からの中継ぎ番で失点を喫した。2019年、キャンプ中から中継ぎへ配置転換されると、2軍公式戦で11試合連続無失点を記録するなど好成績を収め、5月2日に1軍昇格。 6日の対東京ヤクルトスワローズ戦で5回に2番手としてシーズン初登板を果たすと1回を無失点に脱三振に抑え1軍公式戦では初めて無失点で登板を終えた結果1軍では3試合に登板した2軍ではチーム2位の44試合に登板し一時期は守護神を任されて7セーブを記録した現状維持となる680万円の年俸で 契約公開した。2020年は2軍で、チーム最多の30試合に登板し、3勝2敗に、セーブを記録。しかし、1軍での登板は1試合にとどまり、11月4日、戦力外通告を受け、12月2日付で自由、契約公示された。現役続行を望み、12月7日の12球団、合同トライアウトを受験、打者3人との対戦で脱三振1。 被安打1の内容だった。2021年1月29日、四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスに再入団することが発表された。背番号は99。徳島へは5年ぶりの復帰となる。NPB への復帰を目標としており、背番号はインパクトがあるものがいいという球団社長のアドバイスから決めたもので、ラストチャンスという願意があるという。 どっしりとした体格から繰り出すストレートで三振を奪うパワーピッチングが持ち味の本格波右腕。球速は最速時速158キロメートルを計測したことがある。変化球はスラッターを武器とし、他にはチェンジアップ、フォーク、パワーカーブなどを投げる。目標とする投手には枠井秀明を挙げている。クラーク高時代は野球に対する未練を持ちつつも、 野球には一切触れずに高校生活を送っていたが、高校卒業後の進路を考えるようになった高校3年時の夏、後にプロでチームメイトとなる藤波慎太郎ら多くの同学年の選手が出場している甲子園大会のテレビ中継を見たことで野球への思いが再燃、再びプロへの道を目指すことを決意し、06ブルズのトライアウトを受験した。 大学進学を選ばなかったのは、大学へ行けば最低でも4年間プロへの道を閉ざされると考えたからである。入団当初は約2年もの間野球から離れていたこともあり、練習についていくこともままならなかったが、当時のチームメイトであった高西洋の存在や、元プロ選手である村上隆行や石毛広志らの指導により、着実に成長を遂げた福永は、 NPB 入りを明確な目標とするようになり、環境面や相手打者のレベル、プロスカウトとの接触の可能性の面で一番だとして、四国入りへの入団を決意、入団後の活躍により、ドラフト候補に名を連ねる選手となった。ありがとうございます。